皆さんこんにちは、荻上意識です。今日は以前お話をしたセントリズムの話の続き、現代的セントリズムという話をしたいと思います。セントリズムというのは何かしらの中心がいて、その終焉がある。つまり世の中には何か優れた存在というのがいて、劣った存在がいる。この社会というのは何かしらの中心をベースとして回っていくべきだ。そのような考え方や物の見方のことをセントリズムというふうに言いました。でこのセントリズムのパターンとしては、例えば男性中心主義というものがあったり、健常者中心主義ということがあったり、自国民中心主義であるとか、さまざまな中心主義、白人中心主義、何々中心主義というのがあるわけですね。見た目中心主義だとさまざまなルッキズムを生むし、あるいは一定の年齢を重視する、例えば大人の年齢を重視するような大人中心主義ですと、アダルティズムといって子供を侮蔑するような態度を取ったり、あるいはエイジズムといって高齢者を差別するような対応を取ったりというようなことも起こり得るわけですね。このようにこの社会には様々なセントリズム中心主義というのがあります。そしてその中心主義に対する対抗運動とか見直しの運動というのも存在するわけですね。でこうしたセントリズムが長らく社会に続いてきた中で、いろいろな対抗意識が強まってきた。つまり差別は良くない、ステレオタイプを持つことは良くないことだということ自体が新しい社会的な規範となりつつあるわけです。そうした中で新たに問題化しているのが現代的セントリズムと呼ばれるものなんですね。どういうことかというと、例えば多くの人は現代、自分が差別をするということに対して抵抗を持つようになります。そして人からあなたは差別をしてますよと言われることに対して、ものすごく居心地の悪さを覚えるようになるんですね。そうするとどうなるのか、相手に対して劣ってるとか相手に対して攻撃したいという感情は残りながら、しかしあなたが差別をしてはいけないというような、そうした規範を内面化している。そこで取られる手段というのが一つあるわけです。それは、いやいや私は攻撃してるのではない、相手が不当に得ている利益というものを指摘しているだけだ、そのように言うわけですね。これはどういうことかというと、例えば現代的セントリズムの一つ、現代的レイシズムですと、何々人は劣ってるというような仕方で攻撃をすると排外主義ということで攻撃をされる。しかし別の言い方に変えるわけですね。何々人はこの国に生きている中で特権を持っているんだと、私たち日本人が持っていないような優遇のされ方をされているのだと、そのようなことは問題だということをあえてフラットに指摘しているだけなんだと。このような言い回しを採用しつつ、自分たちを加害者の側ではなくて、自分たちを抵抗する被害者の側に置くこと、抵抗する被害者の側に立ちながら、実際には社会的マイノリティである人たちに対して攻撃を加える。これが現代的なセントリズムの一つ、現代的レイシズムの特徴になるわけですね。現代的セクシズム、現代における性差別においても同じです。女性は劣ってるのだという格好で攻撃をするのではなくて、女性は優遇されすぎている。自分たちはそれに対して構われなさすぎるというような格好で攻撃をする。つまり差別は良くないことだとしながら、実際に差別をしているのは女性であるフェミニストの方なのだという格好で、様々な仕方を問題視するということが起こりうるわけです。こうした様々な指摘というものの交換が今後社会をどのようなところに向かわせるのか、それはディスカッションのあり方によっても変わってくるでしょう。しかしながら、実際にそうした言説というものが結果としてどのような中心主義を温存とする効果を持つのか、そのようなことを分析していくということもとても重要になっていくのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。